はい、ということでですね、ちょっと長く話しすぎてしまったので、第2弾ということで、パート2をちょっと作ろうかなと思ってますけど、今ヘッドホンですね。ヘッドホンは、今これ僕の専用の、僕専用でこれもずっと使って、ていて、これもほぼリリースされたタイミングぐらいで購入してるんですよね。で、まあこれなんで今ムービー撮ってるかっていうと、まあこれちょっと手放そうかなと思ってるわけですよ。うん。で、なんでまあ2つ買ったのかっていうと、やっぱこっちが密閉でこっちが開放だと、こっちが軽めでこっちが重めで、こっち側はまあ何でもレコーディングから何から何まで室内で使えるものだったら大体いけるでしょうと思って買いました。で、こっち側は当然アウト、外で使うもので使えるだろうと思って買ったんですよね。で、当然やっぱりそういう使い方になって、両方ともまあいいところも悪いところも使いながら、外で使ったり中で使ったりっていう風にやってるんですけど、なんかまあなんだろうな、もうすごいいろんな用途で、まあ、バンバン使うにしても使わないにしても、ヘッドホンって、まあ、これまあ僕も 100% のレコーディングエンジニアの仕事をしてるわけではないので、今現時点ではなので、まあ音楽関係の製品はいろんなところで手をで、なんていうかな、開発させてもらってるんですけど、ソフトもハードもですね。で、なんでまあ両方普段併用してるんですけど、やっぱりその自分の耳を育てるっていうか、自分の耳のリファレンスを作るっていう意味では、ヘッドホンは1個にした方がいいなっていうのは今最近思うところですね。あと自宅、まあ他に住ん、あの、なんだ、暮らしてる場所がもう1個あってですね、2拠点生活を送ってるんですけど、そこでは AKG のヘッドホンを開放とセミオープン、フルオープンとセミオープンの2個使ってて、でソニーさんのヘッドホンも置いてあったり、あとはあれですね、オーディオテクニカさんの M50 とかも置いてあったりとかして、まあ、ヘッドホン自体はもう本当に今これ普段もう僕が日々持ち歩いてるだけなんですけど、実際に使えるヘッドホンっていうのはもう5プラス5セットぐらいあるんですよ。で、5セットぐらい使って聞いてて、で、今最近思うのは、やっぱりなんか普段ちゃんと使うっていうか、もう常に身につけて、毎日のように使うヘッドホンっていうのはやっぱ1個にした方がいいなっていうのが今僕の持論ですね。で、開放もこれも結構いいんですけど、もうこれは、例えばレコーディングとかで使おうと思った時に、これぐらいの機種だったらですね、他にもいろんな選択肢あります。ぶっちゃけ900ST この前のバージョンとかでも全然いいし、M50、オーディオテクニカの M50、1万5000円か、今2万円ぐらいするのかな、2万円ぐらいでのものもありますし、で、これ今5万円ぐらいするんですよね、サウンドハウスで見たら。で、やっぱりこれ5万円でこれかなっていうところも若干ありますね。そう。なんで、まあ、まあ、5万円で確かにいい音なんですけど、両方も使い続けるっていうのはちょっとなんか間違って、ってるかなって思うのと、やっぱりリファレンスってこれだと思うんですよ。これ AirPods、 これ AirPods Pro かな、一番新しいやつですけど、やっぱりこれが一番リファレンスになると思うので、まあこれとこれみたいなのがやっぱ一番いいのかなっていう気はします。まあ、それでももうどうしても本当に開放が欲しいっていう人は、まあなんか開放探した方がいいと思うんですけど、これ開放値段の割にはですね、6万円ぐらいでももう多分もうトップクラスだと思うんで、もう開放なんか探してる人はもうサポート体制もあって、やっぱりソニー機っていうところでもうこれ買っとけば間違いないですね。うん。作りももう素晴らしいですね。当然ね。で、まあ、それで、まあ、こっちが好きな人も多分いるんで、まあ、これも今なんか最近は、オーディオ業界にしても、レコーディング業界にしても、ウルトラゾーンはもう、だいぶもう名が通っていて、で、僕、ウルトラゾーンの、プロ900かなのモデルからずっと使ってるんですよね。もう10年以上経つと思うんですけど。で、シグネーチャーの1個前のモデルですね。シグネーチャーのあれ、黒い、ここが黒いやつだったと思うんですけど、そっからこれに切り替えて、もうこれ今何年ぐらい使ってるの ?3 年、4年ぐらいですかね。3年ぐらいかな。使ってて、これの次のバージョンが出たんですよ。マーク2っていうやつ。で、やっぱそれがいいなと思っていて、何がいいって、このジャックがですね、バランスドタイプ、バランスド、4極のバランスドに対応したっていうところで、ヘッドホンの能力っていうのは多分ふんだんに出せるっていう
ところですね。で、ソニーさんもこれケーブル買うと、バランスドタイプに変更することができますね。ちょっと高いと思うんですよ。1万5000円ぐらいだったかな。うん。なので、このハードウェア上はこれバランスドタイプに対応してるんですよね。バランスドタイプってここの曲がですね、もう一曲あるの、これバランスドタイプなのかな。いや、違うよな。あ、これバランスの4曲ですね。ああ、なるほど。あ、じゃあこれも使えるのかもしれないな。まあ、まあ、いろんなところで使えるっていうところで。1,2,3。あ、そうなんだ。なるほど。というところで、まあ、いろんなケーブルが出てますっていうところですね。うん。そう。で、そう、ウルトラゾーンの Mark II がやっぱりいいなって思っていて、で、そのバランスのタイプが使えると、ここに置いてあるですね、RME の ADI のバランスの出力があるんで、これをふんだんに鳴らすことができるんですよ。もうそうなったら、ぶっちゃけもう、無敵じゃないっていうふうに思ってるところがあって、オーディオ環境としてはですね。なので、まあ、これ二つともちょっと手放してですね、シグネーチャーの Mark II を一本にちょっとしてみようかなと思ってるところですね。うん。で、これ、まあ、どっちがいいの悪いのとかっていろいろなんかいろんな評価見ると思うんですけど、どうなんだろうね。まあ、両方ともこういうふうにフラットになるんで、フラットになったら高さもほぼどっちも同じなんで、コンパクトさがはどっちがコンパクトですかって言われると、どっちも一緒です。うん。で、ソニーさんの方は開放なんで、当然、外には持っていけないわけですよ。まあ、こういう感じですね。こういう感じ。うん。ほぼ同じですよね。うん。ソニーさんの外に持っていけないので、持ち歩くことはないと思うんですけど、重さは当然こっちの方が重たいですよね。これシープスキンだったと思いますね。羊の皮ですね。だったかなと思います。ちょっともし、間違ってたらごめんなさい。うん。というところで、まあ、使いやすさは、まあ、軽さは当然ソニーさんの方が軽い。で、音質はどっちがいいのかっていうと、非常にこれ好みの問題で、アコースティックはこっち。僕的にはアコースティックはこっちの方が好きで、打ち込み系のビートがガッツになってるやつはこっちが好きみたいな感じですね。で、まあ、分けるともう60年代の前、60年代ぐらいまでのジャズはこっちみたいな。70年代のあのエレキっぽくなったジャズはこっちみたいな。そういう感じでなんかいいかな。ファンクとかですね。ファンクとかはこっちの方がいいかなと思いますね。うん。というところで、なんかまあ音楽作る側だったとしたら、まあこっちの方が絶対多分用途は、今の音楽の制作環境だったらもうこっちの方がいいかなっていうふうに思います。でもこっちも高音もすごい上の方抜けてるし、リスニングにも制作用にも多分こっちはがっつり使えると思いますね。これどっちかっていうと、まあどうかな。そのエンジニアさんとか、なんていうかな、音を作り込む視点の中で音楽を聴くようなヘッドホンがやっぱこっちかなって思いますね。こっちは結構楽しめる感じ。僕の中ではですね。もしかしたら人によって違うかもしれないですけど、やっぱ開放なんでね、開放って結構リラックスして聴けるなっていうのが、印象ですね。密閉感ってやっぱりどうしても、ここは密閉なんで、蒸れるというか、装着感っていう意味では、風は抜けてこないので、耳をもう塞いでるっていう感じにはなります。逆にそれが集中できていいっていう人もいると思うんですよ。僕はどっちかっていうと、そっちの方が集中できていいんで、うん、なんか開放でリラックスして聞くんだったらスピーカーで逆にいいかなみたいな風にも思ったりしますね。当然スピーカーで音をガンガン出せないような環境もあると思うんで、これはこれだと思うんですけど、ただまあ、ジェネレックとかね、ニアフィールドでがっつり聞いてたら、まあ、そんなにホテルとかでもニアフィールドで僕いつも聞いてますけど、そんなに外に漏れるほどは、音は出ないなって気がしますね。ニアフィールドってこう手伸ばして届くぐらいなんで、70センチぐらいしか離れてないと思うんですけど、それぐらいでもまあ、まあそんなに大きな音を出して聞かなくても十分ニアなんで聞けますっていう感じで、まあ普段そうやって聞いてますね。うん。で、たまにこうなんか、スピーカーの音飽きてきたかなっていうか、まあスピーカーの音じゃないような環境でやってみようかなっていう時は、ソニーさんの方に移ると。いうような感じで、まあ、使い分けてる次第ですね。うん。で、まあ、それぐらいですかね。まあ、ちょっとなんか今、オシロスコープとかこの辺にあって、ワイヤーがゴニョゴニョしてますけど。
非常にまあいい、両方ともいいヘッドホンだなって思いますね。まあ値段もね、まあハイエンドレベル、まあ最近ハイエンドって結構上の方ね、いい値段するんで、完全にハイエンドかっていうとハイエンドじゃないですけど、ハイエンドクラスまではいってんじゃないかなと思いますけどね。このスキンも非常にこう、なんていうんですか、柔らかくて使いやすいなっていうのは僕が思ってるところですね。でこれもこういう風に、こっちはこの辺になんないんだよな。そう、そうだな。これだけは違うかもしれないな。ウルトラゾーンは、こういう風にコンパクトになりますね。で、これを下にこう、ビヨって伸ばして、バッてこう、やると、本当にこれぐらいのサイズまでいくという。で普段は僕は、そう、バッグとかに入れるときは、こういう風に入れて、中にこう、あんまり、この、なんていうんですか、なんか尖ったものとか入らないようにして、このままバッグに入れちゃう感じですね。インナーケースとか使わず。もしくはもうこのまま、バッグのハンドルにこのままこうぶら下げちゃうとかですね。ケーブルだけ外してですね。そういうふうに普段持ち歩いてますね。で、ケーブルはなんかポケットに入れたりとかしてますけど。でもそれはそれで再生機器がやっぱり近くにないとね、ダメなんで、再生機器のある環境でしかやっぱそういうのはできないですね。で、これもいい感じでエイジングされてんなと思いますけど、だいぶ年季が出てきてますね。これもう3年ぐらい経つんだよな。コロナのちょっと後ぐらいだったと思いますね、買ったのね。いいヘッドホンだったなって思います。これとあとヘッドホンの種類2つ?もう2つついてんのかな?標準のと、あと iPhone 用のやつですね。iPhone、次のバージョン iPhone 用のやつがなくなって、バランスドタイプに対応したヘッドホン、ケーブルがついてくるっていうところで、まあ両方とも素晴らしいんでしょうね。きっとね、楽しみだなと思います。っていう感じですね。あと新しいの方は、ここのなんかメッシュが変わったみたいで、まあ比較動画とかまだ出すほどでもないんで、ちょっとこれ、先に手放しちゃって、あと、今ちょっとまだバタバタしてるんで、6月、終わり、まあ、7月ぐらいにちょっと買おうかなと思ってるところですね。ファーストロットはちょっと僕もあんまり好きじゃないんで、ファーストロット落ち着いたら、セカンドロットぐらいから買おうかなと思ってます。はい。というところでですね、ヘッドホン語ってみましたけども、まあ、ほんとね、まあ、前段のちょっと動画でお話した通り、もう荷物を減らさないことにはですね、もう身動きが取れなくなるぐらい、もうなんか、年だなっていうのを感じていて、年だなっていうのを感じてるのと、もうなんかいろんなことがいろんな形でできるようになってきて、なんか自分で本当に苦労しなきゃ物が出来上がらない環境ってなんかだんだんなくなってきたんかなって思って、なんかむしろなんだろうな、怖いなと思う反面いいなと思うところもあったりなんかして、やっぱりなんか人間らしいものの作り方とか物との触れ合い方っていうのはやっぱこれからは探していかなきゃいけないのかなっていうふうに今思ってるところですね。まあ、これから今NVIDIA の株価もガンガン上がってるっていうところで、もう今日かな?今日、昨日とかで最高値更新してるんで、まあ、やっぱり AI の時代になっていくのは間違いないし、で、こっからじゃあ AI の時代になっていった時に、音楽なり映像なりっていうのはやっぱどこまでできるのっていうのは非常に、まあ脅威だし楽しみな部分もあるのかなっていう気がします。特にですね、これですよね。iPhone のクオリティは間違いなく上がってくるので、で、センサーサイズも、ボケ感が滑らかに出せるようなセンサーサイズ、これ、今度、次のバージョン 20% ぐらいセンサーサイズ大きくなるらしいですけど、それぐらいになってくると、おそらく、まあ、ボケ感も綺麗に出せるようになってくるんじゃないかなと思っていて、本当に今撮ってる映像、α7S3 で撮ってますけど、じゃあ、ここまで本当にいるのかっていうのも、わからないぐらいですね。さすがにこれ一発撮りでずっとこう回してるだけで、俯瞰してる映像を回してるだけなんで、これぐらいのレベルだと iPhone とだと差は出るんじゃないかと思うんですけど、もしかしたら、映像よりも音の撮り方とかの方に差がつくんじゃな、つきそうだなっていうの気は僕はなんとなくしていてですね。どこまでじゃあこういう風にやるのが正しいのかとかですね。まあこれからやっぱりちょっと少し検証していきたいなと思ってるのと、できれば自分の持ち歩くものとして映像はもう iPhone だけに任したいなっていうのがちょっと本音ですね。それかもう、
映像は映像で割り切っちゃって、アルファ7CR のちっちゃいやつに、ライカのマウントアダプターだけつけて、普段持ち歩くようにして、オートフォーカスの軽いレンズ、G レンズ 170g のやつ1個ポンと入れとく。それでも700g、800g ぐらいはあるわけですよ。850g ぐらいあるのかな。それを、それぐらいがいいとこかなっていう気はしなくもないですね。α7S3 とライカ2つ持ち歩いてても、で、iPhone あるじゃないですか。で、どっちが出番あるのかっていうと、やっぱりカメラって、身につけてるものしかやっぱり取り出せないところがあるんで、ぶら下がってなかったら絶対出てこない。バックからは出てこないですよね。普段ぶら下げていれば、カメラとしてバンバン出てくるっていうところなんで、カメラ自体はやっぱバッグの中に入れないで首から下げていたいというふうに考えると、カメラってやっぱ1個がいいとこだなっていうふうに僕は思ってますね。で、そこでじゃあ映像寄りにするのか、スティール寄りにするのかっていうふうに考えると、映像は今後もちろん制作でやる分にはちょっと違うと思うんですけど、自分のこういう Vlog とかでもいろんなものを含めると、やっぱりちょっと無理かなっていうふうに思ってたりとかしますね。なので、ズモポケットとか、ソニーの RX1、RX0 かなとか、iPhone とかで、いけるといいかなっていう気はしてますね。ソニーさんが RX100 っていう、コンデジあったと思うんですけど、あれをですね、フルサイズまでいかなくても APS-C で、もうちょっと Vlog 寄りに寄せてくれると嬉しいなとかですね、思ったりはしますね。で、RX1 とかも昔使ってましたけど、RX1 もすごくいいカメラでしたね。で、レンズ固定だと、ライカのカメラ、ライカのレンズ使えないんで、RX1 グラスの例えば30万、40万でお金出すかっていうと、僕は多分出さないですね。出さないな。出すとしたら、ライカのレンズもちょっと手放そうかなぐらいな勢いで多分あれ出さない、使わないと、もう使い道は多分あんまりなくなっていくと思うんで、結構難しいですよね、カメラ選びって。なので、ちょっと思うところをつらつら喋ってみましたけども、これからどうしていくのかなっていうのは、もう自分の中でも葛藤しながらこれから決めていこうかなと思ってる次第ですね。ライカの M レンズを使ってね、動画が撮れればいいんですけどね、SL3 使って、じゃあ軽い L レンズ入れるのかっていうと、そのオートフォーカス的にも無理だしってなると、だったら映像は別のでいいのかなっていうふうにも思うし、難しいところですよね。今やっぱ α7CR の次のバージョンくらいまで待ってもいいか、CR 買っちゃうか、今ちょっとどうしようか悩んでるところですね。FX3 待つのかなっていうふうに思ってたりもするんですけど、FX3 はちょっとあれ、持ち運べるのかちょっと疑問ですね。今、ちょっとオーディオ周り一回揃えて、で、ライカ持ち歩いて、で、実際、映像とオーディオ周り3キロで、それで制作周りガンガンやってみて、で、どうなるのかっていうのはちょっとこれから検証かなっていう。そんな風に思ってる次第です。まだね、なんだっけな、iPad もまだ来て数日だし、もう iPad もこれでいいなと思ってるんで、で、iPhone の次、もうすぐですよね。WWDC 来週、再来週とかにあるんで、iPhone 用のファイナルカットのアプリが出たら、そこからまたガンガンいけるというのを検証して、で、iPhone に入れる音周りを、これから作るサウンドシステム、ティーネージエンジニアリングの製品で固めていって、たらもう音はしっかり取れるというふうになるとですね、それで9割方いけんじゃないかなっていうふうに思ってたりも今してるところです。というところで、もしかしたらソニーのカメラっていうのはもう出番あんまりなくて、もう特別なイベントの時だけっていうふうにしたいなっていうのが今の本音ですね。
映像はですね、やっぱりなんかもう YouTube もこの動画上げてますけど、もう YouTube ももう飽和してるし、まあこれも多分上げてもアクセスガンガン伸びるわけではないと思ってるので、もう YouTube 映像はやっぱ載せてもしょうがなくて、あんまりこうガツガツやるよりもむしろなんかちっちゃく、TikTok 系のちっちゃくまとめて、ガンガン、なんていうの、iPhone とかで見やすいような配信をバンバンやる方が多分いいので、そういう縦寄りのものに変えていくとかにして、でももうそのシューティングももう iPhone で十分なんだろうなって思いますね。あとメッセージ性だけちょっと入れて、ただ写真はやっぱりじっくり見るもんなんで、写真、いわゆる静止画メディアっていうのはちゃんとしてた方がいいなと思っていますね。で、カラーだと僕のオリジナリティとかやっぱり出せないっていうか、まあカラーやってる人たちいっぱいいるんで、なので僕はもうモノクロ機専用でいきたいというか、モノクロ機だけをこうひたすらやっていくっていうのでいいかなって思ってますね。ただまあレンズとかもね、まあいろいろ活用したいんで、とりあえずまあソニーさんの2マウントアダプターつけて撮ったりしますけど、でもやっぱりなんかモノクロ機で使うこれですね、ズミルックス 50mm とかの方がやっぱいいですよね。これだけあればもうなんかいいかなって自分の人生思ってたりとかするんで、うん、まあこれとモノクロ機でいいか、まあもしかしたらカラーとか出たら買うかもしれないですけど、まあボディ何個あってもどうせ出てこないんで、まあモノクロ1個でいいかなっていう、カラーは別にね iPhone で撮ればいいしっていうようなところで、なんかすごい割り切れてるところでございます。うん、なかなか難しいですよね。カメラ選びもオーディオ選びも。ほんとなんか、キリがないなって思いますけど。これちょっと機にですね、引き続き再計量を目指して今やっていこうと思ってるので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。